州司令部は、ドイツ連邦軍が組織するドイツ連邦共和国の州、領土防衛組織の中核的指揮機関で戦力基盤軍に所属している。州司令部は、ザールラント州を除く15個の各州都ごとに配置されている。2007年に解散した防衛地区司令部を母体に編成された。ベルリン中東司令部も、指揮改定上、同列として取り扱われ、 州司令部の機能を放置している。指揮改定は旅団級コマンドとなっている。州司令部はドイツ連邦軍と州政府との間で交わされる全支援遂行の機能についての連絡窓口としての役割がある。州司令部は州政府からの支援要請を統括、評価し、防衛管区司令部が事前準備を実施できるよう、これに対して責任を負う。 大災害事態、ZB では、文民機構に優先権が定められ、これに基づいて、関係各機関と調整し、連邦軍の受付業務と実施部隊出動のために、準備をする。これは、文民機構側の中心的対応責任者との間で、軍事情勢について協議し、運用可能な連邦軍部隊を提供する。連続する、海組織は、 行政管区当局との調整を担当する行政管区連絡本部、軍や独立市導局との調整を担当する軍連絡本部がある。行政管区連絡本部と軍連絡本部は現役運用されず予備役兵の動員で稼働する。州司令部の使用任務は以下の通り。州司令部は共通する中核構造を持つが多様な人材が供給され、 地域事情に即した部及び小規模な部門を設け、異なる単位の部隊を従属させている。行政管区連絡本部及び軍連絡本部の予備役兵は、州司令部の現役兵から地域起動計画や部隊支援を受ける。これらは、特に大規模災害の初動段階で重要な役割を担っており、平時から連邦軍各部隊の訓練を通じて、 災害対応組織を育成すべく支援する。ありがとうございます。